こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼します。本日は着物を着て、それから帯を締めながら、不器用な方が着物をきれいに着るコツについてお話をさせていただきます。本当に不器用で本当に面倒くさがりの私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらの動画をご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。ぜひご登録いただけましたら幸いです。今日はちょっと肌寒いお天気になりましたので、男性、あと雨も降っているので、男性のスーツの生地で仕立てるウールの着物の中で、私が持っている中で一番こう地の厚い、生地の厚みのあるものを着ています。さて、今日は着物を着ながら、不器用な方が着物をきれいに着るためのコツについてお話をさせていただきますと今申しましたが、まず動画のねコメントなどを頂戴していて、私の手つきが綺麗とか、所作が美しいとか、あの器用そうに見えるっていう風にコメントをいただくことが最近とっても多いんですけど、そのことをちょっと紐解きながらお話をまず一番最初にさせていただこうかなと思います。私の所作が器用そうに見えて美しく見える理由は、そこにですね、無駄がないからです。私は毎朝着物を着て、もう30秒でも短縮したい、もうほんと10秒でも短縮したいという思いでずっと着物を着てきました。朝の時間すごい貴重じゃないですか。もう1分余裕があればお茶だって飲める。丁寧に1分分丁寧にお茶を入れて飲むこともできるし、お弁当だって1品もしかしたら多く作れるかもしれない。そういう思いでやってました。そうすると所作の一個一個の無駄が省けていくと、最低限の動きで良くなるので、基本的に所作がとっても美しく見える、それから、器用そうに見えるということにつながります。なので、私のこの所作は器用とか、もともと所作が美しいとか、そういうことではなくて、私の今までの時間短縮に関する執念の賜物と思っていただけたらいいかもしれないです。で、さてさて、私の今ちょっと綺麗に見える理由を紐解いたんですけれども、不器用な方が綺麗に着物を着られるようになるためのコツについて早速お話しますね。基本的にはポイントは私は2つだと思っています。まず1つ目、私不器用なんで、それ私自身の経験から言ってるので、皆さんがそうではないかもしれないですけれども、その可能性も高いと思うのでちょっとお話をさせていただきます。不器用な人って今までね、いろんなことで他の方がスルスルスルってできていくのを、私やっぱできないな、不器用だからできないなってこうじくじたる思いだったりとか、諦めたりとかっていうことを今まで人生の中でものすごく経験されてきてると思うんですが、そこで思考停止になっているケースがとても多いんじゃないでしょうか。なんでできないかっていうのを、自分が不器用だからできないというふうに、なんでしょう、そこで思考停止になってしまって、原因とかっていうのを本当に突き詰めて考えたりとかすることって止まってませんかね。例えばなんだろう、例えば髪の毛がうまくできないっていう時に、実際こうピンの打つ場所がうまくいかなくて、
実は髪の毛がうまくアップできてないことが、不器用でできてないっていうことでもう全部くくってしまって、本当の原因を探れていない、知れていないということが結構多いんじゃないかなと思うんですね。それは着物の着方もすごく同じことで、帯の結び方もそうなんですが、自分がどこが苦手でどこができてないのかっていうことを、不器用な方って思考が停止になっているのとプラス体だけで覚えるっていうのが苦手なので、多分不器用なんだと思うんですよ。なので頭と手の動きを連動させるために現状把握をするっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思います。現状把握することで、理解度が高まると手も追いついていくっていうこともあるんだと思うんですね。あと2つ目が、やっぱりね、回数なんですよ。ただただ回数すればいいっていうわけではなくて、先ほどのプロセスで言うと、その現状を把握して、それからある程度の回数をこなすということがすごく重要になります。前ね、ダイビングのが趣味の方とお話をしたことがあったんですけど、まず先輩から100本潜れって言われたんですよみたいな話をした時に、あ、着物の着方に近いかもと思って、100本ノックじゃないですけど、ある程度の回数着物を着ていくと、やっぱりもう理屈じゃなくて体が理解していくっていうことって多分多いと思うんですが、その体が理解するところまでしっかり回数をこなしていくとなると、不器用な方でもやっぱり裏切らないんですね、経験値って。なので現状を把握してある程度の回数を 着ていくっていうことを、着てみるっていうのがすごく重要になります。この2つのポイント、なんかコツって言いながらもうオーソドックスなお答えになってはしまうんですけれども、せっかく時間がある時なので、そういう時こそぜひ、意識してちょっとやってみていただければと思います。で、現状把握とかってじゃあどうすればいいんだろう、よくわからないなという方に、おすすめのご自分の現状の把握をする方法をお伝えしますね。皆さんこれはスマホで見てらっしゃったりとか、パソコンで見てらっしゃったりとか、いろいろご視聴いただいているツールってあると思うんですけれども、一回ご自分が着物を着ているところ、帯を締めているところを動画で撮ってみませんか。で、動画で撮ってみて、ご自分が着ているところを見ていただくと、いろいろね、分かってくるところもね、多いと思います。私のを見て、着ている動画を見て、それからご自分の着ているところを動画に撮って、で、ご自分の着ているところを見ると、多分私の所作は、所作というか着物を着る行為は手数がね、とにかく多分少ないんだと思います。少ないと思います。それはやっぱりもう10分でも1分でも2分でも時間を短縮したいということで、無駄なことが削ぎ落とされていった結果、多分ね、手数が少ないんだと思います。で、それに比べて、あ、私結構触ってるなとか、あ、なんかたくさんここ何回か気にしてるからやってるけど、これ本当に4回5回やる必要があるのかなとか、そういうところに多分ね、目が行くと思うので、ぜひご自分の着物を着ているところ動画を撮って見比べてみてください。きっとそこにいろんなたくさんのヒントがあると思います。私が着物を習いに行った時に、そこの着付け教室の代表の方にご縁があって習うことができたんですけれども、習いに行く時に夫から、手順を覚えることももちろん大事なんだけど、その代表の先生の動きを完コピしてこいって言われたんですね。そこにはもう無駄がそぎ落とされていて、究極の美があると、なんか舞踊に、その先生のね、動きが舞踊に通じる気がするんだよね、みたいなことを言っていたのを思い出します。
まあ、私の着物の着方、舞を舞うようには美しくはないですけれども、あの無駄な動きがない分美しく見えるっていうのはやっぱり無駄がないからなんじゃないかなと思います。例えば和食に限らず、あのお料理ちょっといいね、レストランにお食事に行った時の、その板前さんだったりとかシェフの動きが美しいとか、あとは例えば お料理教室に行った時のお料理教室の先生のまな板の上がとにかく綺麗とか、なんかそういうことって全部一緒のことなんじゃないかなと思うんですよね。なのでちょっとそのあたり意識してみて、ぜひ不器用な方、現状把握、それから何回もやってみる、で私の動画とご自分の着物を着ている時の動画を見比べてみるということを、ぜひ時間がある今だからこそやってみていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、あの家で着る分にはご家族しかね、あのお一人の方もいらっしゃるでしょうし、ご家族のがいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、そんな誰かに見せるわけではないので、ぜひちょっといろいろ試してみていただければと思います。そうこうしているうちに、もう帯、あと帯上げで終わり。以前ね、帯上げの結び方とか帯締めの、あの結び方とかっていう動画もお作りして、あの配信させていただいているので、よ、あの苦手な方はぜひご参考になさってみてください。でもね、帯上げも帯締めも結構私今まで散々お買い物してきましたけど、もちろん技術によるところも大きいですが、素材によって上がり方が全然違ったりとかするので、どういうものを選ぶのかっていうのも結構大事になってくるんじゃないかなと思います。またそのあたりのお話も改めてさせていただきますね。今日は着物がシックなんですけど、ちょっと帯で気分が上がる好きな帯を締めてみました。これ自分のブランドでやっている帯なんですけれども、ものすごい好きでよく締めています。よいしょ。なんか雨が降ってると外には出れないですけど、今ね外にも出にくいタイミングなので、雨の音も心地よくちょっと感じますね。いろんなものを洗い流してくれたらいいね。あと、あの女性的には雨が降ってきて肌の調子はいいと思うんですよね。なので、あの雨が苦手な方もきっとその日は肌の調子はいいので、ぜひ雨のこと好きに、ね、なりたいですね。よいしょ。はい、うん、いかがでしたでしょうか。本日は着物を着て帯を締めながら、不器用な方が着物をきれいに着るコツについてお話をさせていただきました。まあ、オーソドックスな内容にはなりますが、私自身不器用なので皆さんのお気持ちとってもよくわかりますが、回数をこなすこと、思考を少し変えていくことで手の動きは確実に変わっていきます。本日も最後までご覧くださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。